新年明けましておめでとうございます。バシテです。今日はですね、もう約1年は経たないですけど、半年ぶり以上に、YouTube の動画の方に、こうやって自分がね、出演して喋っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。まあ僕自身プライベートの方で、まあちょっと、リアルの方のね、生活で転職活動があったり、あとはちょっとね、体調不良。ちょっと首をね、まあこれずっと、患ってるんですけど、ちょっと首を痛めてしまったりとかっていうのがあって、なかなかね、こうやってカメラの前に登場するのは、控えていました。でですね、まあその間ずっとローファイマジックというね、タイトルで、何曲かね、作って、それをね、約3分から4分の、1曲ね、曲とか、あとはソロミックスにしたね、曲とかを流して、なんとかね、こう YouTube 活動っていうのはつなぎ、止めていたんですけれども、2024年からはですね、ようやくね、自分の生活も落ち着きつつあるということでですね、こうやってカメラを回してまたね、動画に出演していこうかなというふうに思っております。で、まあ、なかなかね、まあ、リアルな生活の方も忙しいので、頻度とかね、その辺はちょっと毎日とか難しいかもしれないんですけど、極力そうだな、月に1本以上はね、出演したり、あとは曲もね、相変わらず作り続けたいと思ってますし、あとはそうですね、まあクリエイティブなねことをね、なんかやっていければなっていうふうに思ってます。もしかしたら Vlog とかね、また始めるかもしれないですし、ちょっとまあフリースタイルでね、僕のチャンネルは、こうですみたいな一つのことには、限っておりません。でいろんなことをやるかなというふうに思います。まあね、視聴回数とかもそんなにないですけども、まあ、リピーターが増えてくれればいいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、今日はですね、プレミアプロを使って、今まで使ったオープニングの、このバシヒデチャンネルのオープニングと変わる、新しいオープニングをね、作っていこうと思います。その模様をね、ちょっと一緒に、見ていこうかなというふうに思っておりますので、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。チェキ。はい、というわけでね、今回はですね、モーションエレメンツというね、こういったサイトがあるんですけど、ここからね、ネタを引っ張ってきて、結構無料でもね、ストック素材っていうのがあったり、ですね、エフェクト素材とかがね、いろいろあるんですよね。で、今日は、今日使うのは有料のもの。以前に登録、今ちょっと登録解除しちゃったんですけど、以前はここに登録してて、で、こっからね、いろいろと素材をね、購入したり、動画、いろいろこう、プレミアプロとかね。で、テキストの素材とかデザイン素材とか、まあいろいろあるんですよね、ここに。ね、こういった。こういうやつとかね、1485円とかね、こう払う。プレビュー。はい。今みたいなね、サイトで、まあ、いろんなエフェクトとかを、ゲットすることができます。で、以前にね、僕が購入したね、ヒップホップ&トラップスタイルっていうのがありまして、これを今日使おうかなというふうに思ってます。で、どういうものかっていうと、ですね、これ、ちょっと見せますね。こういう感じのね、はい、これ約50秒のものが入っているんですね。で、これをまあ50秒フルに使ってもいいんですけど、シーンごとに、まあ、シーン1から5、6個のね、シーンがあります。
で、そのうちの今日はシーンの3つ目というのを使って、オープニングをね作っていきましょうという動画です。はい。で、まあせっかくオープニングなので、まあ、当然ね音楽もあった方がいいよねってことで、この音楽は、僕が作ったオリジナルのね、曲を使います。はい。ここはね別に無料のものでもなんでもいいと思うんですけど、これ僕がね以前に出したウォーキングダスクイン鎌倉というね、ちょっと鎌倉に散歩行った時に思いついた曲をオープニングに当てたいなというふうに思います。ちょっと聞いてみましょうかね。まあこういった感じのね、こういった感じのね曲なんですけど、まあもしよかったらこの曲もね、YouTube にアップしてますんで聴いてみてください。よろしくお願いします。で、この曲とあとちょっとね以前にね僕がね作った、これアフターエフェクツの練習で作った、ものなんですけど、こんな感じのねちょっと音付きでこれも使おうかなと思ってます。あ、ちょっと待ってね、これ一回ミュートして、はい、今のやつね、ちょっとカチャッウィーンガチャッってね機械っぽく開いて僕の名前が出てくるっていう、はい、Welcome to バシヒデビデオっていうね、これアフターエフェクツを使って作りました。これのね作り方なんかもね、もしかしたらどっかでやれたらやろうかなというふうに思ってます。まあ僕のチャンネルはもうアフターエフェクツ専門とかプレミアプロ専門フォトショップ専門とかではないので、まあなんていうのかな、まあ思いつきでねいろいろなことをやりますんで、はい、まあ基本は僕属性はミュージシャン、音楽を作る人なので基本は音楽をやろうかなというふうに思ってます。2月にねエーベルトンライブの12も出るので、まあもうベータ版とか出てるんで、まあねもうご存知の方はね YouTube 詳しい方っていうかね、そういった方はもう見てるかもしれないですけど、 YouTube の方でエーベルトンライブ12が2月に出るんで、その辺もちょっとできたらいいなっていうふうに思ってます。はい。まあでもねアフターエフェクツでこういうのも、作ってますよとか作り方とかね、一緒にねこう勉強できたらいいなというふうにも思ってます。はい。で、今日はこれを使いますということですね。で、まず約もう進めていきますね。約9秒ぐらいのねオープニングにしようかなと思っていて、で僕のこの音楽をそれに合わせて、はい、9秒にしてます。でこれね、この今一回消します。音楽のこのケツの部分ね、なんかちょっと茶色くなってるんですけど、これ見えますか、これ指数フェードっていうのがあるんですけど、これはフェードアウトしていくエフェクトですね。これね、これは、プレミアプロだったら、エフェクトのこのねオーディオトランジションっていうところに指数フェードっていうのがあるんで、これを僕は入れることが多いです。でに、まあ、自動だとこの長さになっちゃうんだけど、自分でね、この長さをね、調整して、この辺からフェードアウトしたいよとか、そういうこともできますんで。ちょっとミュートになっちゃってるな。はい。はい。こんな感じですね。ちょっと一回通して、音楽だけを聞いてみましょう。あ、いいっすね。なんかこの指数フェードちょっと長めに撮ってね、この Welcome to バシヒデビデオのね、ウィーンガチャンっていうのに、ちょっとまあ、こう、ウィーンガチャンで、こうフェード、曲がね、フェードアウトしていくみたいなね、風にします。はい。で、モーションエレメンツでゲットしたこの、ね、なんていうタイトルだっけ。ヒップホップアーバン
違うな。アーバン、これ、これ違うやつ。これは違うやつ。これだ。ヒップホップ&トラップスタイル。ヒップホップ&トラップスタイルってやつですね。このヒップホップアーバンオープンプロジェクトっていうのはまたちょっと違うやつ。今回使おうと思ったんですけど、ちょっとあんまりね、合わなそうだったんで、ヒップホップ&トラップスタイルっていうのにしました。で、今ね、これね、もう2年以上前にゲットしたやつなので、今現状売っているかとかっていうのはわかんないです。結構その作成者の、考えでね、急に消されていたりするんで、はい。で、こういったね、ものの、なんか著作権とかいろいろあると思うんですけど、買ったばかりの時は、著作権何の問題もなかったのに、その1年後とかに使うと、急に著作権で引っかかって、YouTube から、なんか注意が来るとか、そういったこともありますよね。その辺のよく権利関係がよくわからないんですけど、まあそういったこともあるので、音楽なんかは特に多いですね。はい。急に著作権で引っかかってますよって、急に連絡が来るみたいなね。はい。そのアップした時は平気だったのに1年後になぜか来るみたいな、あれ何なんでしょうね。ずっと永久に一回平均したら永久に平均してほしいなって思いますけど、はい。まあそういったクレームの話ではないので、このまま進めていきます。でまあ、シーン3を選んで、これねダブルクリックをするとこうやって中に入れます。わかりますか。このシーン、選んだシーンをダブルクリックすると中に入れて、で、中にこのようにね、構造がこう出てきますね。いろんなエフェクトがこう入っていますね。はい。これはね、この VHS タイプとかっていうの、これを消すと、ちょっと画面変わったのわかりますか？はい。ちょっと VHS タイプ風にね、ちょっと古めかしい感じのエフェクトが効いてるってことですね。で、必要なければここのね、目のマークをこうクリックすると消せるんで、これで消してください。必要なければね。で、今回僕はこれちょっとかっこいいなと思うんで、このまま使います。はい。で、まあ、あといろいろね、こういった、こういうのとか、これなんだろうとかね、いろいろ。これはサイドの、あれですね。クロップがサイドにこれをオンにすることによってクロップがね出たり消えたりしてますね。で、まあいろんなエフェクトがあるよと。で、一番肝の部分ですね。こういったおしゃれ演出エフェクトとは別にこの緑の部分ですね。この緑の部分をメインの、ところとして考えます。で、今このプレイスホルダーって書いてありますね。英語がいっぱい。Replace this file by yours image or video って書いてあるんですけども、ここにあなたの、まあ、僕の、イメージを入れてねっていうことなんですね。まあ、ピクチャーでもいいし、ビデオでもいいですよっていうことで、ここに入れてねってことなんですね。で、ここをさらにダブルクリックすると、ここに、このね、ファイルを入れるところに入ることができるんで、まあこのピンクの部分を消すとこれ消えますね。だからこのピンクの部分に、まあ、上書きというかね、そういった形で入れます。ちょっと待って、これで素材を僕用意してるんで、はい、素材、はい、こんな感じでいくつかね、ちょっと素材を用意してますので、素材をね入れていこうと思います。じゃあまずはどうしようかな。ちょっとおしゃれなヒップホップ風な感じにしたいので、ここにね、あ、ちっちゃい。これちっちゃい。したらエフェクトコントロールでこんな感じにちょっと大きくしてね。これダンサーの方が踊ってるようなねやつですね。で、これで。まあ、シーン、中に入ったところから、メインのところ、メインソースのところに、メインシーンか。出ると。こんな感じで。ちょっと変わりましたね。この部分ね。で、エフェクトが入って、こう、ちょっと、こう、ザクザクっと、写真がね、ザクザクっとなっている感じですね。はい。で、サクサクっといきましょうかね。じゃあ、次のシーン2というか、
ここにはじゃあ何入れましょうかね。またダブルクリックして、じゃあ今度自分のなんか写真でも入れてみましょうか。はい、ちょっとこの気取った自分の写真を入れて、でこれ画面のサイズがちょっと合ってないので、これはフレームサイズに合わせる、右クリックをしてフレームサイズに合わせる。これあのシーケンスっていうところをね、プレミアプロの場合はシーケンスの設定でここでね、あのフレームサイズとかを選ぶというかね、選択自分で合わせることができるので、ここでまあ 4K にしたかったら 4K のサイズとか、まあフル HD だったらこのサイズ、1920横が1080とかに設定することができます。今回はフル HD でいいかなというふうに思いますので、この設定にして、で自分の写真を入れて、またメインのシーンに戻って、はい、こういう感じでね、ちょっと一回音楽はねちょっと消してみましょう。こういう感じで、ね、なんかかっこいいですね。自分がかっこよく見えますね演出のおかげで。はい、で続いて3つ目ね、ここの3つ目にまたダブルクリックして、じゃあここに何入れようかなと。じゃあここにはちょっとエイブルトンライブ、僕好きなのでエイブルトンライブのね映像とかをこうやって入れてみましょう。でまたちょっとね、これ画像のサイズが違うので右クリックしてフレームサイズに合わせる、こんな感じですね。フレームサイズに合いました。はい、いいですね。でちょっとなんか横見切れちゃってるのが気になるなっていうんであれば、まあここでね、エフェクトコントロールというのがあるので、ここでスケールをねちょっと大きくしてあげるとかね、まあこの辺はもうぴったり合いましたね。自分のセンスというかね、好き好きで構わないと思います。こういう感じで、あ、いいっすね、いいっすね、うん、いい感じだ、うん、はい。で最後のシーンね、最後のシーンどうしようかなと。最後のシーン、まあ何個か用意したんですけど、まあ自分でもいいかなと思うんだけど、ちょっと富士山、これ無料のねものを撮ってきたんですが、富士山合うかな、なんか雰囲気がだいぶガラッと洋風から一気に和に変わる。まあこれもいいかなと思うんですが、ちょっともうちょっと調整してみて、じゃあこのね、これ気に入ってるんだよな。これ無料のアドビストックかなんかから撮ってきたやつなんですけど、これ深海というね、僕が作った曲のねジャケットに使わせていただきました。はい、これもフレームサイズに合わせる。ちょっとね、粗さが目立っちゃうんですけど、これで、あ、なんかかっこいいなと思うな、これね。はい。あ、いいっすね、いいっすね。あ、いいね、いいね。ちょっと2番目の写真を、これもう完全に僕の世界になっちゃってますね。この写真ちょっと古い写真なので、ちょっと最新のものに変えてみたいと思います。はい、これ。これね、先日ちょっと冬休みでして、沖縄の方にね家族で旅行に行ったんですけど、その時に、撮った写真です。お、いいじゃないですか。ちょっとバシヒデ君のチャンネルっぽくなってきましたね。はい、したらちょっと音楽を合わせてみてどうかなっていう。で、最後にこのファストイントロっていうね、このテキストの部分ですね、これ別にいらないかな、うん、これちょっといらないので僕は消します。でもう一度ね、これがあるんでね、ウェルカムトゥビデオバシヒデっていうのがあるの で、ちょっと今回は消そうと思います。まあもしね
いやいや僕は言葉入れたいですよっていう人がいたら、まあ、これはねここを選んで、これ多分エッセンシャルグラフィックスとかで、そうですね、これでここ変えれるんで、ここを例えばどうこそとかね、でまあいろいろとねこの文字もね多分外国の方が作ってると思うんで日本語のフォントと合わなかったりするかもしれないですが、まあ大丈夫そうですね。こういう、あ、やっぱダメか、あ、選択されてない、こういうちょっと851落ちカクッとってやつとか、あ、こういう感じにねして、でまあ境界線をこう変えて見てね、でこっちもファストっていうところをこんにちはとかね、こんにちはびっくりマークつけて、でちょっとその真ん中にしてちょっとサイズをね75とかに変えまして、はい、でまあ、これも境界線で、これ文字、文字のね、フォントを合わせてあげた方がいいと思うんで、こんな風にして、で、はい、どうですか、こんにちは、ようこそ。じゃ一回せっかくなんでこれ見てみましょうかね。こういう感じになりますね。です。で、まあ今回はちょっと自分はこの言葉はなくてもいいかなと思うので、一回これは目隠しします。はい。ではね、出来上がったものをね、最初から見ていきましょう。こんにちは、ようこそ消えてなかったな。なんでですかねー、なんでですかねー、なんでですかねーと、こんにちは、ようこそ消えてないというね、僕目隠ししてるのにやと、あ、違うところで反映されちゃってんだな。どこだ、それを探す。テキスト、これか、あ、これだね。これが、タイトルが、連携されちゃってるんで、まあ、したら、でね、今、多分これと、この、ようこそと、この、ここにある、わかりますかね？これがなんか連動しちゃってるみたいですね。だまあ、まあ、これデリートで消してもいいんですけど、せっかくなので、取っときたいっていうんで、まあ、ここの列をね、ずらして、まあ、目隠しの列、にする、あ、でも目隠しするとごめんなさいね、他のものも消えちゃうんだね。だからそういった場合はこのように、ちょっと段をね増やして、でここは活かして、この9と10を目隠しですね。はい、ちょっとややこしくなっちゃいましたけど、これで行くとどうでしょうか、見てみましょう。あ、まだこんにちは入ってるね。まあいっか、こんにちは入ってもいいか。どこだ、まあでもちゃんとね、あ、これだね、これですね、これこれ、はい。妥協は良くないね、妥協は。はい、じゃあじゃあ見てみましょうね。はい、それではですね、完成した、オープニングをね、ちょっと大きな画面で見ていこうと思います。
はい、というわけでございましてね、今日はですね、こんな感じで、新年一発目、しかも久しぶりの登場でね、プレミアプロをいじって、オープニングの作り方っていうのをね、やってみましたけども、いかがだったでしょうか。今年はね、こういった形でね、僕が、カメラの前にね、登場することが去年よりは増えると思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。